清介室ポッドキャスト、えー、第2回目はですね、えー、前回に引き続きいじめの問題について、えー、この間のねポッドキャストを、えー、第1回目を公開した後に、えー、みんなからすごいたくさんのね、えー、リアクションが得られたので、えー、その辺りの、えー、コメントを交えながらお送りしたいなと思います。<music> 明、えー、けましておめでとうございます。日村です、えー。前回ですね、あのー、ポッドキャストを第一回目をお送りしてからですね、だいぶ時間が経ってしまったんですが、えー、この3週間ぐらいのね、間に何をしていたかっていうのを、えー、まず報告したいなと思います。えー、前回のですね、そのデータを、えー、自分のところのね、デジタルストレージの方にアップして、その次の日にですね、 ツアーパンフの撮影のために、えー、中東の方にちょっと行ってきました、えー。同行したカメラマンはですね、加藤正則さんという、もう俺とはもう古くからの友達なんですが、彼と一緒にね、15年ぶりぐらいにあのエジプトの土を踏みまして、えー、エジプトはですね、あの15年前に行った時に、すごくね、俺はエネルギーをもらった街だったので、もうこの15年間また行きたいな行きたいなと、 ずっといつもいつも思い続けていた国だったんでね、久々にその国に行くことができて非常にハッピーな気分です。えー、そのあたりのね、あの、エジプト撮影機構みたいなものも追ってね、この番組の中で喋っていけたらなと思っていますが、とりあえず今日はですね、第1回目のポッドキャストを受けてですね、ものすごい数のコメントがみんなから寄せられているんで、まあそのコメントを中心にね、第2回目のポッドキャストをお送りしていきたいなと思います。 では早速、えー、みんなのコメントを紹介したいと思います。えー、まずは関東にお住まいのたくさんからいただきました、えー。教員をしています。いじめられる子にも原因はないとは言いませんが、自殺の過程にまでその子を導いたのは周りの環境です。気づけなかった親、何もしてやれなかった教師、知って知らないふりの生徒、死を選ぶしか道がなかった子は10代です。 強さを形成するには個人差があるのです。死を選ぶしか道が選べなかった子を助けられなかった我々が一番悪いと思います。偽善ではなく、氷室さんからいじめの思いが聞けて嬉しかったです、えー。これからも楽しみにしています。熱狂的ファンの一教員よりっていうね。えー、ありがとうございます。 え続いてですね、えー、関西のミヤさんから頂きました。あそう、この人はですね、えー、ミヤというそのペンネームの横に、本名もカッコで書いてくれてるんですが、こういう形が嬉しいですね。あのー、本名を明らかにして、で、あのー、コメントを書いてもらいましょうか。 俺もあの、この番組に関しては本当にあの、逃げも隠れもできないね、一人の人間として喋っていこうと思っているので、対、え、等、ー、な立場で、えー、進めていきたいので、えー、今後はですね、コメントを送ってくれるときは、ペンネームを使うにしても、カッコで本名を書くなり、えー、両方表記していただけるとありがたいです。えー、では、いきます、えー。関西にお住まいのミヤさんからです。えー、日村さん、こういう場を作っていただいてすごく嬉しいです。ありがとうございます。 ポッドキャストを使って今何を伝えたいかよくわかりました。今この国に住む私たちが真剣に捉えないといけないいじめ問題。私も普通の大人でない意見に同感です、えー。特に報道の仕方、いじめられた側を正当化する報道は逆に同じ思いをしている人を後押しするかのように思います。自殺するのは間違った判断だと強く伝えるべきなのに、いつも正当化して報道される。逆効果ですよね。 いじめる側にも大切な部分を伝えきれていないんですよね。集団の中だからって、一個人の責任が少ないわけではないのに、自分の意思はどこにあるのかその行動の意味は何なのかそういうことは誰も触れてくれないのかもしれませんね。怠慢でいじめろ。本当ですよね。いじめの輪に入らず、いじめを受ける側にいることの強さ。その日室さんのメッセージ、すごく温かい気持ちになりました。えー、これからのポッドキャストも楽しみにしていますと。 ありがとうございます。えー、PS で後ろの曲はとても気になります。えー、これに関してはね、あの、ものすごい数の、えー、質問というかね、来てるんで、これはちょっと今日の、えー、番組の最後にちょっと説明させてもらおうかなと思います。えー、次は、えー、関東のまゆさんですね。えー、こんばんは、聞きました。いじめ、いろいろな世界でも必ずあることがとても悲しいです。 私は知的障害者の通い所施設で働いているのですが、彼らもまた世間のいじめにあっています。傷つき、ボロボロになっても、なお信じることを忘れていないピュアな人たちです。健常者、障害者の壁はないと信じています。国籍、性別、エトセトラ。様々な環境の中で私たちは一体何を大切に、何を信じ、生きていかなくてはいけないんでしょうかね。と。 これはですね、えー、このコメントをいただいたときにですね、俺は自分のその中学生の頃のことをちょっと思い出して、非常にあの恥ずかしい気持ちになりました。えー、前回のね、あの第1回目の放送のときに、あのいじめてる奴ら最低だと、お前らこそ死んでしまえというようなことを結構強気で言いましたが、それに、まあ、そぐうようなね、えー 大層のことを自分が子供時代にね、きっちりやってたかなと、えー、思い出してみるとね、俺は結構立ちが悪かったかなと、あの、正直に言いますが、結構ね、あの、いじめる側に回ってたこともあります。 あの、ただあの、前回言ったようにね、その徒党組んでやっていたわけではないですが、ただ、あの、たまたまね、その俺がそのいじめたりしていることで、ええー、後からこう、後追いでね、あの、なぜか俺が中心になってしまったみたいな場面も正直言ってあったりもして、ええー、それを考えるとね、今になってね、なんであんなことをしたのかなと、大人になってからね、考えるとね、本当にね、なんであんなことをしたのか自分でもわからない。 んだよね。あの、ただ子供っていうのは、それがまあ子供の、なんていうかね、特権なんだろうけど、あの、本当に残酷なところがあって、あの、悪気がなくね、あの、いじめるような行動に出てしまうんだよね。で、結局ね、あの、思うんだけれども、そのうじ、いじめる側っていうのはさ、結構その、他の奴よりも勢いがあったりするわけじゃない。 パワーっていうかね。あの、だから、できるだけさ、その、いじめてる、今、そのいじめの家中でね、いじめてる側にいる連中は、そのエネルギーをね、あの、いい方向に向けてほしいなと思いますね。えー、大人になってからね、あの、あの時にあいつきっちりいじめといてよかったな、というようなね、思うようなことは多分ないと思うんで、えー、後でね、きっと後悔すると思うんで、まあ、後々後悔することならね、早いうちに、えー、 軌道をを修正ししてて、えー、そのエネルギーをねいいい方向に向にけほなと、えー、この間ね、たまたまあの,まの、ダライラマの本を買ったんですが、抱く言葉という本の中にこんな一節があります。えー、もし人に悪いことをしたら後悔しましょう。過ちを認めましょう。でも、もうこれで普通の生活はできない。と自分を非難することがないように。 しかし、自分のしたことは忘れないようにしましょうと。えー、これは本当にあの、真理だと思います。その、俺がいじめてたね、その人はきっちり俺のことを、えー、恨んでると思いますが、えー、本当にね、あの、その時の罪滅ぼしという意味も含めて、えー、これから少しでもね、俺がここで言葉を発することで、えー、なんか、もうほんのわずかでもいいからね、世の中がちょっとでも、えー、変わる方向に、えー、この、ポッドキャストがね、働いてくれれば嬉しいなと思います。 えこれはですね、ポッドキャストに関する、えー、コメント、えー、長い文章の中からの抜粋なんですが、えー、関東からの久しくんからの、えー、コメントです。こういう形で日村さんの声が聞けて素直に嬉しいです。産地直送、中間マージンなし。 の、ダイレクトなんて他のメディアで考えられないですよねっていうね。これ本当にあの、ポッドキャストの良いところうまくついてるよね。産地直送だよね。LA のこの自宅のスタジオから、中間マージンなしでね。マージンなしでやっているんで、えー、本当にね、ポッドキャスト。で、こ、前回のですね、1回目のポッドキャストのリアクションがあまりにもすごいんで、本当に俺自身もね、驚いてんのよ。ポッドキャストって俺結構舐めてて、結構気軽な気持ちで始めたんだけどね、これちょっと真面目にやんなきゃいけないなという。 ちょっとプレッシャーに駆られてでおまけにですね集まったこのメールの中にですねあのさすがにねみんな俺のファンなだけあってね俺のことをとてもよく熟知していてあの「三日坊主で終わるんじゃねえぞ」みたいなね <laughs> ちょっと脅しじみたメールもコメントもたくさんあったのでねあの非常に襟を正す、えー、気持ちで謙虚な気持ちで臨ませていただこうかなと思ってます。<music> えー、今回ですね、このポッドキャストの、えー、受け口、えー、みんなからのコメントの受け皿としてですね、えー、事務所の方が用意してくれた窓口とはですね、一通全然違うところに、えー、リアクションが返ってきてですね、それがまたあの、他のその、全部自分のところで、えー、こちらに送ってくださいというね、えー、ところには、 正直言ってものすごい数来てるんですが、全部あの、日村さんが言ってることに同調できますと、シンパシー感じますということが多かったんですが、一つだけね、東芝の方に、えー、全然違う感じのものが、えー、来ていて、で、スタッフの方からこれは送られてきたんですが、これについてはちょっと一言コメントくださいということでね、えー、ちょっとね、あのー、ネガティブな要因を含んだメールを紹介したいなと。 思います。で、これに関してはね、あの、読み終わって俺はコメントをさせてもらいますが、えー、この番組はね、あの、お礼一人の番組というよりは、みんなの共有物という感覚で進めていきたいので、えー、みんなもね、えー、一緒に考えてみてほしいなと思います。えー、まずタイトルは、伝えたいことというタイトルで来ています。えー、氷室京介さんのポッドキャストを聞かせていただきました。事務所が東芝 EMI とのことで、こちらにメールをさせていただきました。 えー、ヒさんはポッドキャストでいじめについて話をしていました。氷室さんは知っているのでしょうかいじめは学校だけで起こっているわけではないこと。えー、私は現在28歳ですが、幼稚園からいじめを受けて、えー、家族の間でもいじめはありました。えー、家族でのいじめは私が一番したということもあり、はけ口としての言葉のいじめでした。 すで、えー、に小学校2年生の時から自称をしており自分で傷つけるですねあのー、自傷をしており、えー、自殺願望もありました、えー、中学高校ともにいじめを受けていましたが理由は簡単なことです私は個性が周囲の人たちより強く周囲の人たちに馴染めなくて異端子をされていたのですが徐々に排除をされるようになっていったのです えー、家族でのいじめは、もう家族は崩壊をしているのですが、父親が頂点でのピラミッド式で、私にとっては安らぐ場所ではなく、居場所もありませんでした。えー、高校を卒業して専門学校に入学をすることを機に、東京に上京しました。そして現在私は、フラッシュバック等による心の病に苦しんでいる日々を過ごしていますと、えー。自傷の傷は手首だけでは収まらず、腕、足、手の甲、首と幅を広げてしまっていますと。自殺も試みました。 でも ICU 行きにはなれるのですがいつも未遂になってしまいます、えー、私が伝えたいこと <laughs>、えー、それは氷室さんのようなビッグアーティストの位になると一般の人がが言ううよりも聞いいてて受け入れられらるる感度が違ってくるということこです、えー、ご自身も今アーティストの中でもどのくらいに位置をしているのかはご存知でしょう、えー、自分の発言によって周囲にどれだけの影響を与えるのかをしっかりと受け止めた上で発言をしてください え最後に私は、氷室さんのファンの中の一人です。だからこそ、ポッドキャストを聞いたとき、ヒムさんは本当に日本でのいじめの現状を把握した上での発言なのかが私にはわからなくなって悲しくなりましたと。っていう、えー、お便りなんですが、これはですね、あのー、多分俺が前回のね、あの、ポッドキャストの中で、えー、まあ、いじめてるやつは最低だと、お前らこそ死ねえよと。それを受けて多分そこに対してのね、あのー、 ちゃんと責任を取って発言をしてくださいということを言ってんのかな最初思ったんですがえ、それに関してのね、あの、温かい意見は非常にやっぱね、あの、大人としてやっぱちょっと興奮しすぎたセリフかなというところで、あの、結構、あの、 日村さんちょっと気をつけた方がいいですよっていうのはね、あの、いくつかは来てました。で、それはあの、すごくあの、もう俺のファンはね、本当に俺を、もう、どちらかというと、親のような目で見てるところがあるんで、あダメよあなたっていうね、あの、母親が息子に言うような感じで、もうちょっと落ち着いて、きちっとあの、公共の場なんだからダメよっていうようなね、コメントは4つ5つ来てましたが、えー、この人のね、メールに関しては何を指して言ってんのかなっていうのはちょっとあの、わからないでいます。えー、もしもね、あの、 日本の,そのいじめのね、えー、状況を、えー、専門家の、えー、カウンセリングをしてるね、あの先生方のように分かってるかとい言ったら、それはもちろん分かってないっすよ、はっきり言って。 ただね、あの、俺がこのポッドキャストの中で、こう、あの、誰から頼まれるでもなくね、こう喋ってるのはどういうことかっていうと、その、自殺に追い込まれてしまう、えー、その、判断力がなくてね、あの、自殺することに、えー、自ら、あの、間違った、早まった決断をしてしまうね、若い世代の人たちに、どうこう、救いの手を差し伸べたらいいのかっていうところで、俺なりに喋ってるだけで、 で、それに関してね、分かってあなたは免許があるんですかみたいなさ。そんなこと言われて、免許なんかねえよ、最初から。<laughs> そういうね、あの、余計なちゃチちャゃチャは入れないでほしいよね。 で、はっきりあなたのこのメールを読んで一つ言えるのは、あの、このメールを読んで、またその、あの、自分がすごくかわいそうでフラジャイルでセンシティブで被害者ですみたいなね。めちゃくちゃ被害者意識強すぎだって。そう、小学校2年から自殺を考えてましたって自慢なんねえよ、そんなこと。いい加減で、そ、その、そんな自分を変えろって、はっきり言うけど。そんな、 こんなことをね、あの、送られて、あの、いわゆる普通のタレントさんが言うように、いや、大変ですね。元気を出して生きてください。みたいなことを俺が言うんだとしたら、最初からこんな番組やんねえよ、俺は。<laughs> って、また、あの、一脱してし,しまいましたが、えー、とにかくですね、あの、この、もうそんなにね、家族からもいじめられ、友達からもいじめられ、辛いのはわかるよ。 わかるけど、まずさ、あの、自分、人のせいにすることよりも、自分を変えることをちょっと考えてみた方がいいんじゃないのかなと。そ、これ厳しい意見に聞こえるかもしれないけどね。それがもう本当に正直なところだよね。あの、弱すぎだって、はっきり言って。で、俺が非常に怖いのは、ここであなたのこの手紙を読んで、いや、かわいそうですねって言うとね、わけがわかってない若いやつらは、 結局そうやって、なんていうのあの、手首切りゃいそうだと思われると思っちゃうわけよ。それじゃダメなんだって。本当に。あなたみたいな先輩が28歳にもなって、この俺の意見を聞いて、ヘナヘナしてなくて、立ち直ることで、次に続く連中がきちっと生きていけるようになるんだよ。っていうのをね、この俺の言葉が結局あなたに響かないんだとすれば、まあそれは、もうはっきり言うけど、俺のせいじゃないからね。もう自分で判断してください。 28歳の大人として判断してください <music> え結局ですねあのまた今回もヒートアップしてしまいましたが、えー、性格がね性格なんできっと とあのー、人間的にも未熟なんで間違ったことも言ってしまうと思います。えー、さっきの彼女に対してね、あのー、かなりきつい、えー、答えになってしまいましたが、それも合ってるのかどうなのかわかりません。はっきり言って。えー、ただね、あのー、みんなが考える、えー、そのきっかけをね、作るためだけに俺はここでマイクに向かって喋っているので、そのきっかけをね、えー、どうせつかむのならば、 俺は本当に今回この番組に関して、すごく自分の素直な気持ちっていうかね、あの、本当に自分の感情の中の限りなく愛に近い部分でね、あの、喋っているつもりなんで、あの、変にこう、ちょっとツイストしたね、あの、感覚で、えー、上げ足を取るような、発想で取らないで、できる限り俺の何を伝えたいかっていうね、真意をゲットしてほしいなと、えー、思います。 えー、さっきのね、あの、メールをくれた彼女に関しては、同じようなシチュエーションの中で、えー、非常にね、えー、辛い気持ちで戦っている、えー、連中っていうのもきっとたくさんいると思うんで、えー、その人たちの多分、多少、あの、考えるきっかけにはまたなったのかなと思うので、えー、本当にありがとうございました。えー、これからもね、あのー、 過激なことを言われるのが怖くて、あの、みんなで良いこちゃんのようなね、メールばっかりが集まっても、それはまたね、あの、番組として、あの、あまり意味がなくなってしまうと思うので、えー、みんながね、本当に感じたままの、えー、コメントを送ってほしいなと、思います。えー、最後にですね、えー、関東のみーさんからいただいている、えー、コメントの中からの抜粋で終わりたいなと、思います。 えこれは2人のお子さんを持つ、えー、お母さんですね、えー、2人の子供に向けての自分の気持ちを書いてくれてます、えー、子供たちには善悪を見極める目と強い意志をそして夢を持ってもらいたいですたくさんのことを経験して自分の進むべき道を見つけ出してくれたら良いなと、えー、自分を信じてありたい姿を思い浮かべながら夢に向かって頑張ってみてほしい本気になって取り組める何かが持てれば困難もクリアできると思う えー、逃げずに真剣に取り組めば必ずたどり着くところはありますよね。とえー、他人に期待して優しさを求めすぎて傷つく。うまくいかない理由を他人のせいにすり替える。えー、そんな格好悪い大人にはなってほしくないです。打たれ強い人間になってほしいと。えー、これはね、本当にあの、同感ですね。えー、関東のみーさん、どうもありがとうございました。えー、とですね、今回あの、第2回目のポッドキャストを、えー、作るにあたって、ね、